ダイナゼノンを見たよ。前作のグリッドマンでね、あの生煮えのような会話劇がさ、リアルだということで、めちゃくちゃ評判だったんだけど、今回はストーリーも生煮えのような、青春群像劇にしてて、まあ、なんていうか、まあ、一つ言えることは、9話まで見てくれて、9話でガクーンと面白いか。まあね、となんか全体的にキャラクターがさ、過去にとらわれてんだよ。まあ過去にとらわれてる中で、現在を生きるね、ガウマとね、あとまあちょっと切り捨て気味なんだよね。過去切り捨て気味なヨモギがね、頑張ってくれる。そっから、そっからみんな、現在を生きるようになるから。でもね、それにしてもね、夢がね、だから最初、姉の事故の死でさ、に心囚われてさ、まあなんか、約束を、姉としては約束をうんぬんのあれをね、まあ自分もなんかそこら中で約束破りみたいなことするして、そこからなんか姉のことを知ってみようっていう夢の戦いが始まるわけだけど、そこからどんどんね、なんかこう事故じゃなくて自殺かもしれない、自殺なったのはいじめが原因かもしれないって、こう自分でこう自分の足でね、確認していった時していって、どんどんね、そういう風に考えが膨らんでいくんだけど、姉のその元かってか当時の彼氏から、そんなことは自殺なんてないよって言ってた、めちゃくちゃもうなんか自分のなんかやってきたことをさ否定されても、全然なんかそんなはずないみたいな詐欺込むんだけどさ、そっからね、自分もね、同じように水門からね、落ちてしまうっていう、あそこの流れはいいと思う。あそこの流れが本当良くて、そっから、こう、その元彼の言うこともね、なんか納得してさ、まあ心の氷が溶けた感じがするんだけどさ、もうそれで9話でもう大体なんか回答出てるっていうか、まあどっちかっていうと、もうなんか自己しおりっていうのがなんか出てて、そこでまあちょっとなんか自殺かもしれないってあやふやなところがいいかなと思ってんだけどね、10話でね、時間を操る怪獣が出てきてさ、もう全てを明らかにしたから時間を操ってさ、もう姉ともういくらでも話し合うっていうことして、もうあれは俺はちょっとやりすぎ感はあるな。まあ、すっきりさせるのが一番なのかもしんないけどさ、みたいな。あれはあまりにもさ、なんか、だから、周りに対してのさ、いわゆる踏ん切りのつけさせ方、過去に対しての。思いっきり力技すぎるだろって思わんくもないんだよ。なんかこう、今まで9話までさ、進んだり戻ったり進んだり戻ったりってこうしていたところをさ、10話でスパーンってもうなんか、はい解決みたいな、それは力技じゃございませんかって思わんかも。まあなんていうか、まあ当時はね、俺もなんだろうね、ダイナゼノンリアルタイムで一回見たっきりだから、
これで2度目なんだけど、だから2回目でなんだろうね。もう大体なんかネタを知りつつ見てるので。うん。なんかだ、こう、沈むのね、あの、怪獣使いとしてはなんか、あの、メンタル、あいつはブレなさすぎてね、あの、いいと思う。二度目見たらなんか面白いよ。あまりにもね、自由気ままなんだ。本当になんだろう、ね。これなんか、怪獣を使っていくことでなんかこう、いろんな、なんていうかなんだろうね、あの答えが出ないようなさ、もうなんか、もう折り合いをつけていくしかないようなことをさ、もうなんか、嫌だって跳ねのける怪獣優勢、そう、連中がさ、まあ割となんつうか、あっち寄りの考えだなって、俺は思う手前とかめんどくさいとか、ね、そう。ちょっと複雑になりがちなところをね、さ、すっきりした方がいいというのは、わからんこ。いやー、なんつうか。そうだな。あと他が戦闘シーンか。戦闘シーンはね、なんか、こう、グリッドマンほどなんか、こう、変わる、なんか、なんだろう、付属パーツ的なものがさ、毎回毎回つくわけじゃない、ね。まあ、あの、ダイナゼノンがさ、あの、巨大ロボットだから、いろんなね、あの機能を持ってるわけで。いろんな機能を駆使して戦うから、まあ、一話、シチュエーションは割とこう、変えてきているよね。こう蹴りながらあのミサイル撃つところだったやつとか好きだしさ。なんかただね、あのカイゼルグリッドナイトはさ、あの3回4回ぐらい出るんだけど、あれはバンクがさ、すげえくどい味がするからさ、あの12話しかないのに3回見せるなら結構ね、あのこう胃もたれしがちな感じがしそうするんだよ。かっけえけどさ、まあちょっと、まあなんだろう、多いんだ、この作品に関するね、なんだろう、なんか感想はあまりにも多い。なんか言いたいことがたくさんありすぎて、なんか消化しきれない。単純明快とまではいけないけど、まあなんつうか。そういうもんだよな。答えが答えがさ、なんかここはこうした方が良かっただろう、ああした方が良かっただろうみたいな、そういうなんか出ちゃうからさ、あまりにもなんかお言葉にしてしまえばなんか安っぽいなんか悩みをね、おのおのが持ってらっしゃる。まあでも、一周目よりはね、かなり面白く感じて、大なぜ。まあなんか、こう、あるけどな、しこりは。心の中にしこりはあるけど。